せよ、かおりみだ。よく視聴者の方に韓国語とかダイエットとか肌のこととかいろいろ褒めてもらうことが結構多いんですけど、本当にありがとうございます。本当にすごい嬉しいですが、私実はそんなにすごい人じゃないんです。まあ YouTuber なんで YouTube とか動画だけ見せたらそういう風に見えるかもしれないんですけど、私現時点で9割失敗、1割成功、まあ1割あればいいかなって感じ、成功が。まあ現時点で本当にほぼ失敗しかしてないです。じゃあここで今回のタイトル、同じことを繰り返して違う結果を望むのは狂気の沙汰だっていうの、これはアインシュタインの名言なんですけど、同じことを毎日繰り返す、まさに私なんですね。毎日同じ時間に起きて、毎日撮影して、毎日編集して、毎日アップロードして、もう本当にザ私なんですけど、でも本当に本当に全く同じことをしてたら、私もやっぱり人間なんで、私自身が飽きちゃうし、面白くないし、もうやめたくなっちゃうし、だから私もちょっとずつ状況を見ながら少しずつ変化を加えてます。ネットとか本とか見ると、成功への道とか、これをすれば成功するみたいな本とか、ね、サイトとかいっぱいあるんですけど、実際みんなが同じ方法で成功するんだったら、多分そういう人たちは表に出てきてないし、目立たないと思うし、時々運で一発成功みたいな人もいるんですけど、実際私もそうしたいです。そうしたいけど、やっぱりそれは運なんで、みんなできないし。で、私の考え的に、やっぱりそういう成功への道とか、成功した人の話を聞くと、そういう人たちって、ずっとひたすら続けることが大事とは言ってるけど、その基本的に続けることが大事なのは同じで、そこにその状況とか環境に合った変化を少しずつ加えてるんじゃないかなって私は思うんですけど。でやっぱりやってみて失敗して、あ、ここがダメだったなって思って変えて、でまた失敗して、あ、今度はできるだろうと思っても、また失敗したら多分そこで私もへこんじゃうし、みんなもへこんじゃうと思うんだけど、私も編集してて、いや、これは絶対みんな見てくれるだろうと思って、10時間以上編集したやつとかが全然見られなくて、本当に1時間2時間で終わって、編集が終わったものがすっごい再生回数が伸びたりとか、もう本当にその度にすごいへこむし、あ、なんか本当適当に編集してもいいのかなとか思っちゃうし、なんかやっぱり思い通りにいかないこと多いとへこんじゃうんだけど、やっぱり成功してる人って、そのずっと続けていくうちに失敗したことに対して、あ、ここがダメだったなっていうのを受け入れて、へこんじゃうけど受け入れて、そこを考えて変化を付け加えていくのかなって思います。基本的な部分はずっとひたすら続けることで、そこに変化をプラスさせて、それの結果成功があるのかなって、まあ私はそんな人たちと本当に比べ物にならないぐらいちっちゃい、本当にちっちゃい人間なんですけど、でも私もやっぱり成功したいから、やってみて失敗して、またちょっと変化を加えて、やってみて失敗して、また変化を加えてみて、また失敗してって、本当に本当にそれの繰り返しです。生放送中とかにもダイエットの方法とか肌管理の方法とか結構聞かれるから、こうした方がいいよって話も結構してきたんだけど、私が話したことを少なくとも3ヶ月以上続けてくれた人はいるのかなって思って、で実際私も最初はなんか水飲んだりとか顔をちょっと叩いたりとか、実際こんな変わんのかなって思ってたけど、本当にね、そうやって少しずつ少しずつやっていったら変わっていくし、まあ、実際私も YouTuber だから、さっきも話した通り編集の方法とかいろいろへこんだりとかするけど、でもって思って頑張ってやってきたら、本当にちょっとだけ、本当に本当にちょっとだけだけど、ちょっとずつ変化が見えてくることがあって、私だったらチャンネル登録数の変化だとか、あと再生回数とか、あとは、まあ、肌の管理とか、まあ、肌の状態とか、でもこういうちょっとした変化って周りの人から見たら全然なんともないし、もう何が変わったのって感じなんだけど、自分の中では本当したちょっとした変化もやってきた結果だと思って見ることができるから、そのちょっとした結果がなんか自分の自信にもつながるし、なんか満足感にもつながるし、でその満足感のおかげで私も、あ、ここまで結果が出たからもうちょっと頑張ろうって思えるようになるし、だからなんか私がね、みんなにこうしろって言えるような立場でもないし、そんな人でもないんだけど、まあ、少なくともなんかみんながそうやって悩んでることを助けられたらいいなと思って、実際私も今努力してる最中なんだけど、私の努力をちょっとこうやって共有できたらいいなと思って動画を撮ってます。
なんで今日この動画を撮ってるかっていうと、まあそのまあ、さっきも話した通り肌管理とか韓国語とかあとはダイエットとかいろいろ聞いてくれる子が多くて、私がこうやってアドバイスをするんだけど、まあそれを聞いて本当に痩せましたとか肌が良くなりましたっていう子ももちろんいっぱいいるんだけど、それよりも本当に倍以上にでもダメですとか覚えられません痩せませんとか肌荒れちゃいますって子が結構多くて、そういう意見を聞いてなんか続けることの大事さとかあとは変化の大事さについてちょっといろいろ考えるきっかけになったので、今回はこの動画を撮ってます。ダイエットでも肌管理でも留学でも何でも語学でもやっぱり一番私が大事だなと思うのは、やりたいとかやろうと思ったらまずしてみることが一番大事だなと思います。やる前に考えなきゃっていう人ももちろんいると思うんですけど、まずは動いてから動いちょっと動いてみた結果、まあ、失敗しても成功してもその結果が出たら、その結果と過程、まあ、過程が先だけど過程と結果を見ながら、じゃあ次どうしよう、まあ、成功したら成功したなりに次のステップがあるだろうし、失敗したらじゃあ成功するためには何がどうすればいいのかっていうのを考えることもできるし、頭だけで考えて何かをしようと思ったら本当に頭で考えて失敗したらとか、いやこうした方がいいかなこうした方がいいかなってずっと考えてたらやっぱり動けないし、で考えてるだけで動けなくなっちゃうよりもむしろ動いてから失敗して何かをする方が私はもっとプラスになると思うし、でも動くことは結構勇気がいるからね、まあ大変なのはすごいわかるんだけど、私的にはやっぱり動いてみてから結果を見て次はどうにかどうすればいいのかって考えることが大事だと私は思います。で失敗するからやめなとかそれは良くないよって言ってくれる人もいると思うし、そういう意見も大事なんだけど、実際やってみて痛い思いしとかやってみなきゃわかんないことってたくさんあるし、やってみてあこれ違うわって思って諦められることもあるし、実際人間ってやって痛い目見なきゃわからないこともいっぱいあるので、やったことない人には絶対分かんない気持ちなので、私は多分これからも YouTuber もずっと続けるし、 YouTuber を続ける限りずっと失敗もしていくと思うんだけど、でもこうやってちょっとずつ、ね、状況とかも流行りとかもあるから変化を加えながら挑戦していくと思います。挑戦していきます。みんなはもし失敗したとしてもずっと挑戦してくれることを願います。みんなもなんか言い方ちょっとおかしいけど、みんなも失敗しながら過ごしていってくれたらいいなって、行動して失敗したら学んで変化してまた行動してって、こういう感じでどんどん成長していくと思うので、そうやりながら自分への自信と満足感を感じながらやっていってくれたらなって思います。みんなも私もそう失敗から生まれる少しずつのちっちゃい変化が集まって、いつの日か自分の満足いく現実に住んでいると思います。私もいつかそうなれるようにずっと努力し続けていきたいと思います。さあ今日はここまで終わり。